ドン・フアンデ・アウストリアは、神聖ローマ皇帝カール5世紀の書士で、軍人。妖名はヒラーノもあるいは、ゼローミンと呼ばれた。スペイン王フェリペ2世は、イボアニにあたる。なお、記事名のうち、ドンはスペイン語における男性への継承で、本来名前に含まないが、一般的にドン・フアンデ・アウストリアで知られることから、本校ではこれを記事名としている。 で、オーストリアについては、D. オーストリアと表記も見られる。ユステにて、カール5世と越見するドン・フワンデ・アウストリアドン、フワンデ・アウストリアの、文章カール5世の寵愛を受けたバルバラ・ブロムベルクが、1547年に、レーゲンスブルクで出産したと推定されている。母バルバラは節度にかけた生活を送っており、ヘロニモを案じた父ミカドにより、3歳半より、スペインで引退した学士のもとで育てられた。 さらに3年後には、カール5世の執事長である、ルイス・デキハーダとその妻、マグダレーナに養育された。1557年、四季の近づいたカール5世というステ修道院にて、初めて面会。皇帝はヘロニモに、大きな関心を抱くが、翌年に放御した。1559年に、イボアニ・フェリペ2世と、初めて面会した。 1560年、フェリペ2世は13歳となったヘロニモ・バリアドリとの宮廷予備書。これにより彼は王族として認知を受けたことになったが、殿下という故障は認められなかった。貴族の死生児は聖職に就くのが一般的であったが、ドンフアンはそれを拒み、軍人としての道を選んだ。1569年から1570年にかけて、アンダルシアの反乱を鎮圧する。 1571年には、ローマ教皇ピウス5世により24歳という若さで、新生同盟軍総司令官に推挙された。5月14日に、教皇大使がマドリッドを訪れ、5月20日に、スペイン号により新生同盟参加の署名がされると、同時に、ドン・フアンの総司令官の任務受諾が公表された。10月7日のレパント海戦において、新生同盟の連合艦隊を指揮し、 圧倒的勝利を収めた。1573年10月、フェリペ2世の命を受けチュニスのラゴレータ要塞を陥落させた。しかし、フェリペの指示を無視し要塞を解体しなかったために、トルコ軍の反撃を受け敗北した。1576年より、ネーデルラント総督を務めた。ネーデルラントでは、カトリックとプロテスタントの宗教対立が表面化しており、 プロテスタントの反乱を支援するイングランドを攻撃するため、ドン・フアンとカトリックを国境とするスコットランドの女王、メアリス・チュアートとの結婚が計画された。この結婚によりスコットランドの王座に着くことが可能となるため、ドン・フアンはこの婚姻を熱望した。フェリペ2世は当初乗り気でなかったが、ドン・フアンの説得を受け入れ結婚に同意した。エルエスコリアル修道院のドン・フアンの霊病しかし、 1578年8月に、フランドル南部のナミュール城塞で、軍事行動中に、ドンフアンは体調を崩し、ペストが蔓延していたこともあって、野営地の鳩小屋に隔離された。連日下痢、嘔吐、高熱に苦しみ続け、やがて視力も失い、10月1日午後1時に死去した。病状から、死因は発疹チフスと推測されている。その一方で、彼のジー・オニシオによれば、 ドン・フアンは長らく自室を患っており、1578年当時、彼の元にいた医師らの誤った治療により、死に至ったのだという説もある。遺体は、フランス経由で、スペインへ運ばれ、翌年5月25日に、壮大な葬儀が執り行われ、その後、エルエスコリアル修道院に埋葬された。漫画ゲームウィキメディアコモンズには、ドン・フアンでアウストリアに関するメディアがあります。 ありがとうございます。